キヒラがトップ宮原にフィギュア全日本選手権女子 SP フィギュアスケートの全日本選手権は女子シングル前半のショートプログラムが行われ初優勝を目指すキヒラリカ選手がトップに立ちました全日本選手権は19日から東京で競技が始まり女子シングルには29人が出場して19日は 前半の仕様とプログラムが行われました。木平選手は演技冒頭のトリプルアクセルの着氷でバランスを崩しましたがその後3回転フリップと3回転トーループの連続ジャンプなどを決めました。スピンやステップで最高評価のレベル4を獲得できなかったものの73.98でトップに立ちました。一昨年まで大会4連覇の宮原智子選手は3回転の 連続ジャンプの2本目と3回転ループが回転不足と判定され70.11で2位でした。去年優勝した坂本香里選手はジャンプやスピンで細かいミスが続き69.95で3位スタートとなりました。女子シングル後半のフリーは21日に行われます。木平、フリーで4回転に挑戦ショートプログラムでトップに たった、キラ選手は、得意のトリプルアクセルでバランスを崩したことについて、トリプルアクセルは、練習で決まっていて調子が良かった分悔しい、失敗した理由が思いつかないぐらい、技術的には良かった。6分間練習直後の滑走順だったので、落ち着いて確認してからリンクに立てば良かったと悔やんで、いました。後半のフリーに向けては、 4回転ジャンプに挑戦するつもり、トリプルアクセルも2本とも決めて完璧な演技で、自己ベストを更新して優勝したいが、まずは自分の演技に集中したいと意気込んでいました。宮原、落ち着いてできたショートプログラムで2位につけた宮原智子選手は、大きなミスがなかったのはほっとしているがまだまだしっかりできると思う。一つ一つ丁寧に行き過ぎもうちょっと思い切っていっても、 良かったかなと思うと冷静に演技を振り返りまし。その上で、グランプリシリーズの2大会と比べ、落ち着いてできたのでそこは良かった。グランプリシリーズでは、ショートプログラムの時に無駄に緊張している自分がいた。落ち着いて、直前の6分間練習からしっかりやるというのを、意識できたのが良かったと話していました。フリーに向けては、今まで練習してきたことを本番でですことが、 グランプリシリーズではできなかったので、その悔しさを晴らすため自分の演技に集中したいと話していました。坂本、スピードが出なかった3位だった。坂本選手はミスなくまとめようと思い、スピードが出なかった。もうちょっと滑ることができたら、クリーンなジャンプが飛べた慎重になりすぎたと振り返りました。21日のフリーに向けては、 集中し直してベストな状態で踊れるようにしたい。作り上げてきた世界を見せたいと話していました。女子ショートプログラム順位1位、木平理科、関西大学、KFSC 特典、73.982位、宮原智子、関西大学、木下グループ特典、70.113位、坂本香織、ひすめ、くす特典、69.954位、ひぐちし明治大学、 野江、ビア六十68.105位。山下真子、中京大中京高校六十66.646位。本田ダマリン、ジャル十五65、927位。川畑和愛、N 校東京得点、65.538位。長井優香、早瀬が大学六十64.789位。横岩、は、な、中京大学特典、62.9010位。 新田国林、中京大学特典、62.2711位、吉岡鹿、上草学園大学、附属高校特典、60.8912位、竹野、ひな、福岡大学特典、59.5213位、浦松千尋、中京大中京高校、特典、59.1614位、川部愛妻、関西大学、KFSC 特典、 56.5215位、広谷ほのか、岩手大学得点5、54.6816位、三宅咲、岡山理大府高校得点54、542617位、千葉百音、仙台 FSC 得点、52.76、18位、松田優良、中京大学得点、52.3419位、磯辺ひなの、中京大学得点、 51.4520位、山田桜、立命館大学得点五50.9921位、吉田春菜、名東 FSC 点五50.9622位、新内、古才、近畿大学会、SC 得点五50.8323位、松原聖、明治大学得点、50.4324位、佐藤いぶき、明治大学十三50、3525位、 井上千尋、明治大学特典、47.5426位、笠掛かり、の、愛知水保大水保高校特典、47.52、27位、竹野し品、筑紫女学園大学スケート部特典、46.0628位、大畑田し、東海東京 FH 特典、45.3、329位、大谷理科、明治大学特典、35.98、 ご視聴ありがとうございました。何かご意見があれば、コメントをしてください。また、最新のニュースを見れるように Like ボタンとフォローボタンの多くを忘れないでください。